ワンショモ,モトとンプレゼンツ感動アジアカフェ15世紀にアジア貿易で繁栄していたカツレン城。 そのかつれん定席のふもとにあるアジアンランチカフェももとあんがアジアのポップミュージックと食の話題をお届けします心高なる音楽と現地仕込みのおいしい話題どうぞ最後までお付き合いください こんばんはマンションモモトアンの小山敦です感動アジアカフェの時間がやってきました1週間すぐ経ってしまいますねえ今日も素晴らしいアジアの音楽を流しながら、えー、現地地込みの美味しい話をですね、えー、ちょっとおしゃべりをしてみたいと思いますのでよろしくお願いしますまずはワクワクアジアンポップミュージックから行ってみましょう今回は フィリピンのですねレアサロンガは知ってるよっていう方がいらっしゃるかもしれませんね、えー、彼女はポップ歌手というよりはミュージカルのスター歌手として、えー、世界的にもう有名な人ですね、えー、71年、えー、フィリピンのマニラ生まれなんですけれどもね えー、芸歴はもう長くてですね、まあ、子どもの頃から、まあ、7歳の時にはですねもう「王様と私」というミュージカルにフィリピンで出演してるんですね、まあ、その後もいろいろと「兄」とか「ですね熱いトタン屋根の猫」とかですね「ペーパームーン」とかいろ、ねまあ、んなミュージカルにフィリピンで出ていまして10代を過ごしますテレビの番組なんかにも結構出てたみたいですね、えー、そんなレアだったんですけれども おこの1989年にですね、まあ、大きな転機といいますか飛躍が訪れます、えー、このロンドンのウエストエンドでですね、えー、上演されたミュージカル「ミス・サイゴン」のですねキム役に抜擢されたんですね、えー、わずか17歳の時だったんですけれどもね でこの演技が晴らしい歌が素晴らしいということで,ですね高い評価を受けます、えー、引き続きこのニューヨークのーブロードウェイで、えー、この「ミス・サイゴン」公演があったわけですけれどもこのブロードウェイバージョンにも抜擢されましたでこれで非常にまた高い評判をとりですね えー、このパフォーマンスで、えー、レアサロンガがキムをやってるからチケットが売れるというぐらいのですね言い方をされていたみたいです、えーまあ、1991年にアメリカの演劇界で最も権威があるとされるトニー賞のミュージカル主演女優賞を受賞しますもちろんフィリピンの人としては完全にもう初の快挙、えー、ですね えー、そういう実績で今度は93年にはですね、えー、ブロードウェイの伝統的なこのミュージカルとして名高い「レイ・ミゼラブル」っていうのがあるんですがこの「レイ・ミゼラブル」のですねエボニーの役に抜擢されます。えー、ということで、えー、まあフィリピンのというよりはフィリピン出身でありながらすでにそういう,うミュージカルの本場でですね主役級で、えー 大きな高い評価を受けるという仕事をこのレアさんがはこの時代にもすでにやっているんですね。まあそんな人です。まず一曲目はそのレイミゼラブルの中にありますオンマイオンっていうまあ私一人という意味なんですけれども、えー、まあエボニーヌがもう肩思いの切切としたその自分の思いを歌い上げる歌なんですけれどもね、これを聞いていただこうと思います。 えー、レアサロンガでオンマイオン。お前を いかがでしたでしょうか。レアサラウンガでオンマイオンを聞いていただきました。か細くてですね、可憐な感じの声なんですけれどもね、でも逆にものすごい力強さも同時に感じさせる声ですよね。えー、まあ、ものすごいあの上げがり下がりも激しいし、しテンポも早いところでもですね、本当にピタリとピッチが決まっていてですね、もう全然乱れがないんですね。 えー、レアサロンが、ねまあ、そういうわけで、えー、かなり前にそういう実績をですね重ねたということもあると思うんですが、これまでに6人のフィリピンの大統領、それから3人のアメリカの大統領、それからイギリスのエリザベス女王、あるいは亡くなったああのダイアナ妃、えー、らの前でですね歌を披露した経験を持ってるんですね。 えーまあ、今もと言いますかその後もですねフィリピンのスター誕生番組で審査員をやったりですねあるいはあの欧米の歌のうまい、えー、人たちを4人集めて、えー、カルテットを作ってイルディーボというのがありますよね皆さんご存知かと思いますがこのイルディーボーと組んでですねワールドツアーをやったり、えー、それからまあ肝心のと言いますかブロードウェイのです、ね、ミ,ュミュージカルのステージにも,ももちろん、あのー 現役で立ったりですね、えー、まあ実に多彩な活躍をしていますまた最後に、えー、一曲お届けしようと思います晩生桃本庵プレゼンツ感動アジアカフェ続いてのコーナーは ティアアアンダーーージストリートリフードです今日は牛乳の話をしますね。ただし牛乳がないっていう話なんですね。まあ、アジアで、えー、このいろんなあのお店に行きましてね買い物をしたりするわけですけども最近はあの首都圏などではですね、まあ、日本と変わらないようなスーパーみたいなものもだんだん増えてきましてですね、まあ、国にもよりますけれども。 まあもうタイなんか大きいスーパーボコボコできてますしベトナムもかなりありますね、えー、ラオスのような小さい国でもまあ、ちょっとしたそういう風な店も出てき始めていますね首都圏なんかは、えー、そういうところでも買い物なんかするんですがこの冷蔵の棚にですねなんか牛乳があんまりないんですよねああと思ってで うん常温の棚の方にはですね、ロングライいわゆるロングライフミルクって日本は、日本ではあんまり逆に人気ないんで、たくさん並んでないんですけれども、あの常温で保存できる、長期保存できる牛乳っていうのがあるんですけどね、まあ、あの紙箱に入ってるやつですねで、これはたくさん並んでるんですよ。でも冷蔵庫の冷蔵ケースの方に、日本にあるような、まあ、そうですね、4、5日うちに飲まないといけないっていうタイプの、普通の牛乳があんまりないんですね。 でって気がつくとヨーグルトはいっぱいあるんですよヨーグルトはいいっぱいというかちゃんとなんか並んでいて例えば東南アジアだったらまあ、日本みたいにこう少し甘くしてですね、えー、まあいちご味とかですねそういうふうに最初からこの味の付いてるものもありますそれから南アジアなんかだともうヨーグルトはそういうふうに食べる以外にもあのカレーなんかと一緒にね、えー、おかずの一部としても食べますからまあ、幅広く食べられてるわけなんですけれどもね でもう一つはねあの乳乳製品ででも練乳は結構よく食べられてるんですねミャンマーなんかは紅茶に練乳入れて飲むようですしそれからベトナムの例の濃いコーヒーに練乳っていう話は第1回でねお話しした通りなんですけれどもモモトワンであのカフェサイゴンって言って今日の <laughs> たまたまの偶然ですけどレアサロンガが出演したミスサイゴンっていう ミュージカルの名前をヒントに実はカフェ・サイゴンという名前をつけたんですけどもね、えー、まあそういうカフェ・サイゴンに使うのも練乳ですよねですから練乳もとてもよく使われています日本,日本ではそんなに練乳たくさん使わないまあかき氷にかけたりするぐらいだと思うんですけどアジアではよく練乳が使われてるんですねですヨーグルトや練乳はよくあるのに普通の牛乳は何でないのかなっていうことでちょっと不思議だったんですけどだんだん分かってきたんですけどね えー、練乳とかヨーグルトっていうのは普通の牛乳よりも腐りにくいんですよ、まあ、練乳が腐りにくいって大体想像つくと思うんですけれどもね、えー、砂糖がいっぱい入ってますからヨーグルトもですねやっぱ発酵しているので乳酸発酵しているので普通の牛乳よりは明らかに腐りにくいんですねなので、えー、まあアジアの国々の首都圏なんかは先ほど申し上げましたように スーパーパが結構でできてですねそういうふうに氷のところでは冷蔵庫もあったりするわけですけどあの途中の流通がですね、えー、まだ冷蔵流通がちゃんとできてなかったりするんですね。えー、ということで途中で腐っちゃったら何にもならないわけですよね普通の牛乳だとちょっとでもそういう途中がですね暑かったりするともうすぐ傷んでくるので。 やっぱりなかなかこの牛乳を牛乳のまんま流通させるのは難しいみたいなんですね。でちょっと加工して腐りにくい状態にしたものだったら大丈夫だということなんですね。えー、もう一つはですねあの牛乳の産地っていうのはちょっとこう高原の涼しいところが多いんですね。まあ、アジアの国全体暑い国が多いので、まあ、あんまり暑いとですねこの乳牛っていうのはあの牛乳をたくさん出せないんですよね。なのでちょっと涼しいところっていうことになると国の中でも 限られた場所になりますよねでそういうところからまた運んでくるのもさっき申し上げたようにこう冷蔵庫がないとですね冷蔵流通システムがないとなかなかこれも大変だということなんだと思います、まあ、これからどんどん経済が発展すると流通も冷蔵化してですね今からだんだんそういうこと日本みたいなあのフレッシュな牛乳が大量に流通する時代が来るかもしれませんけども今のところあんまりそういうわけで、えー、フレッシュな牛乳を飲むのもなかなか大変なんですよね。 まあ腐らない腐りにくいっていう今話なんですけどもう一つそれで思い出すのはえ魚の話なんですけどねえとこれはラオスの南部でよく食べられているんですがパーソムっていう魚があのパーソムっていう食べ物があるんですよでこれは何かっていうと魚をですね生の魚をそのまま加熱しないままでですねえ塩とそれからあのご飯 をちょっと一緒に混ぜて漬け込むんですすねねででで仮面の中でこれだんだんんんと乳酸発酵が進むんですよ、ね、で少し酸味が出てきて、えー、乳酸発酵がしてくわけなんですけどもこれもですね常温なのに腐らないんですよ乳酸菌に守られているのでで市場に行きますとこのパーソングを売ってるんですねもうたらいに入れてもうぶわっ積み上げたような状態で常温で本当に暑い中で売ってるんですけどね それででもすすぐに腐ることはないんさすが、まあ、にその生で食べるってことはしませんけども、まあ、焼いて食べるんですけどね、まあ、ラオスはもち米を主食なのでもち米でこう指の先で小さくこう一口サイズにもち米を丸めてですねでそのパーソムの焼いたやつをえ少しこうつけてそれで一緒に食べるんですけどこれが味が深いんですねものすごくあの発酵したら何か味が深くなるんですよね ですから酸味もあるし塩気もあるし旨味もあるしっていうことでなんか見た感じは普通の焼き魚みたいにしか見えないんですけど焼き魚みたいにそのバクバク食べられないんですよ味が濃すぎて強すぎてねですから4人ぐらいで1匹で十分だって現地の人から教わったんですけどああそうかと思ってですねえ素晴らしく美味しかったです腐る腐らないであの桃とあんばなしで一つ言うあのあんなのはですねあの肉味噌 ですね、あのモ桃ンでは肉味噌を前から作ってるんですけどこの肉味噌も比較的腐りにくいですねそれどうしてかっていうとやっぱ味噌のせいなんですねこれは肉味噌そのものが発酵してるわけじゃないんですけど味噌って発酵してますよねで味噌っていうのは各家庭で、まあ、大体は冷蔵庫に入れて保存してると思いますけどまれ、あ、にですねあの時間が経ったりしてカビが生えたり干からびたり乾いちゃってねすることはあってもそのいわゆる腐って るるっっててことはなないいですよね味噌が腐るってないですねそれはやっぱり味噌の発酵した時に出てくるこの酵素はですね味噌を守ってるいわゆる腐敗菌から守ってるっていうことだと思うんですね。でその味噌を、まあ、たくさん入れているので、まあ、あの桃と庵の肉味噌は、えー、味噌より肉が多いっていうのは実は売りなんですけれども。 えー、そ,ううれそれだけ肉がたくさん入っていても味噌の力でですねその肉を守ってくれるんですね、えー、これも面白いことだなと思いながらいつも、あのー、食べてるんですけれどもね、まあ、もちろん蓋を開けたら冷蔵庫を一応入れてもらわないといけないですけれど、あのー、まあ普通に食べ終わったら冷蔵庫を入れてまた出してって言って食べてるとですねかなり持ちますということで えー、モータンで売ってますのであのぜひいらしてください川田の方向から行ったらですねあそこの県道16号線をずーっとこう行ってですねそれで、えー、ぐわーっと300メーターぐらい駐車場から手前のところで左にカーブするところがありますんでねそこを曲がっていくところの右側に入る脇道があるんですねでこれを入っていただくとちょうども活連城石の海側の場,の場所に出ますでモータンはそっち側にありますんでね えー、この脇道を忘れずに入ってください、えー、どうして道分かんないっていう場合あのスマホを持ってらっしゃれば Google マップで「モートアン」って入れるともうピタッと出てきますので、えー、それで検索していらしていただければいいと思いますお待ちしております、えー、会計の時にこのラジオ聞いたよって一言言っていただいたらポイントが2倍になります 桃章桃とアンプレゼンツ感動アジアカフェあっという間に時間が経ってしまったですね最終コーナーに行ってまたレアサロンガフィリピンのミュージカルスターのレアサロンガの曲を最後に、えー、おかけしようと思いますけれどもねレアサロンガはね、まあ、語るべきことはたくさんあってちょっととても紹介しきれないんですけどディズニーのねアニメなんかの声もやってるんですよ、えー、アラジンの,あの大ヒットしたホールニューワードという歌があったじゃないですか このホールニューワールドを劇中で歌ったのもこのレアサロンガでしたそれから,あのあらディズニーだけじゃなくてですね宮崎駿監督のト「トロ隣のトトロ」の英語版でメイとサツキのお母さん役で声を入れてるのもこのレアサロンガなんですねいろいろやってます 最後に聴いていただくのは Wicked っていうブロードウェイミュージカルがありましてこれの DefiningGravity のググ、まあ、重力に逆らってやるっていうそういう歌なんですけれどもこれをちょっとおかけしてみようと思います、まあ、レアサロンガ自身はこのミュージカルに出演してるわけじゃないんですけれども、えー、いろんな各地のコンサートでこの曲をカバーして歌っています、えー、すごい難しい歌だと思いますけどもね上がり下がりも激しいですしね、えー、見事に濃淡をつけながら歌っています えー、ちなみにこのブロードウェイで、えー、この「ウィキッド」でこの歌を歌った人っいうのが実は、えー、イデナ・メンゼルですね、えー、前回あのタイのゲームユ・チャーニーの歌で取り上げた「えー、アナと雪の女王」の劇中歌の「レッド・イット・ゴー」これの英語版を歌った人がこの、えー、イデナ・メンゼルでしたねなんか妙なところで話がつながったなと思ったんですけども というわけで話はどんどん広がってつきませんがこの辺にしまして、えー、このおディファイニンググラビティを聞きながら今日はお別れしようと思います。番章桃とアンプレゼンツ感動アジアカフェまた来週月曜日の夜8時半 86.8MHzFM ウルマでお会いしましょう。お相手は番章桃とアンの小山篤でした。では最後にレアサロン画でディファイニンググラビティライブ音源で聞いていただきましょう。